ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うふ、今日は優雅にコーヒーよ。お、霊夢、今日はコーヒーだなんておしゃれなんだぜ。ごく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 、ふはぁ、やっぱりマックスコーヒーよね。お、おう、霊夢が大好きそうなコーヒー飲んでるんだな。やっぱりコーヒーは甘くて冷たいのを暑い日やお風呂上がりに一気飲みするのが最高よね。それもいいが、美味しいコーヒーをおしゃれなお店でゆっくり飲むのもいいかもしれないぜ霊夢。そうね、おしゃれなお店で優雅に飲んでみたいわね。それじゃあ、お店に行く前にコーヒーの栄養について解説しようか。わーい、コーヒーのことを知って優雅になるわよ。ゆっくり健康食品解説。今回はコーヒーの栄養について解説するぜ。おしゃれなお店でコーヒーまんじゅうになるわよ。コーヒーはコーヒーの木から取れるコーヒーチェリーの種子であるコーヒー豆を焙煎して引いた粉末から、お湯や水で成分を抽出した飲料で世界の多くの地域で飲まれているんだ。コーヒーの木とコーヒーチェリーって初めて聞いたわ。コーヒーってどうやって作られているのかしら？それじゃあコーヒーの作り方を、コーヒーの木から解説するんだぜ。まずコーヒーの木はアカネ科コーヒーの木属に属する植物の総称で、発芽から3年目ぐらいで、白い花を咲かせるんだ。花が咲いて緑色の果実をつけ、8ヶ月経つとシンク色のコーヒーチェリーをつけるんだ。熟した果実は甘くて食べれるんだが取れる量が少ないんだ。果肉の中にある種子がみんながよく見る、コーヒー豆なんだぜ。ちなみにコーヒーの木は豆科ではないので、コーヒー豆は豆じゃないんだぜ。豆に見えるからコーヒー豆って名前なのかしらね。そんなコーヒーの木は直射日光を受けても酷暑ではなく、雨量に恵まれ、年間平均気温が摂氏15、30度ぐらい、降雨量が1800ミリ内外の排水の良い土地で栽培しやすく。そんな土地が熱帯地域に集中していることから、その地域をコーヒーベルトというんだ。まるで地球がベルトを巻いているように見えるわね。収穫したコーヒーチェリーの皮や果肉はすぐに腐りやすいので収穫したらこれらを取り除くんだ。次は未熟なコーヒー豆や不純物を取り除き、機械や人の手で豆を選別するんだ。選別されたコーヒー豆は倉庫に運ばれ麻袋に詰められ世界中へ輸出されていくんだ。輸出されたコーヒー豆は輸入した各国で残留農薬基準などの検査を行い合格したものが通関できるんだ。そして、このコーヒー豆からコーヒーを作るんだが、レギュラーコーヒーの場合、品質鑑定、焙煎、配合、粉砕などの工程を行うんだ。焙煎はコーヒー豆を煎る加熱作用のことで、焙煎していないコーヒー豆には香りや香ばしさがないんだ。コーヒー豆を焙煎することで茶褐色から黒褐色となり、コーヒーの独特の香り、苦味、酸味、甘みが生まれるんだ。コーヒー豆には産地によって香りや風味、味に特徴があり、一つの産地だけのコーヒー豆を使っている場合はストレート、複数の産地のコーヒー豆を混ぜたものをブレンドというんだ。例えばジャマイカのブルーマウンテンさんのコーヒーは香りが高くストレートだとコーヒーの香りを楽しめられて、ブレンドするときは香りを損なわないように香りの弱い豆とブレンドすることが多いんだ。ブルーマウンテン、略してブルマ、喫茶店でブルマの香りを楽しみたいわ。視聴者が勘違いする訳し方はやめるんだぜ霊夢。次は粉砕なんだが粉砕した時のコーヒー豆の粒の大きさで、極細引き、細引き、中細引き、中引き、粗引きがあるんだ。粒の大きさで様々なコーヒーを作ることができるんだ。極細引きは上白糖ぐらいの粒にして、エスプレッソやターキッシュコーヒーを作るのに必要なんだ。細引きは上白糖とグラニュー糖の中間の大きさで、ウォータードリップ、水出しコーヒーに用いられているんだ。中細引きはグラニュー糖ぐらいの大きさで、レギュラーコーヒーに多くペーパードリップやコーヒーメーカーに適しているんだ。中引きはグラニュー糖とザラメぐらいの大きさで、サイフォンや布ドリップに適しているんだ。粗引きはザラメぐらいの大きさで、パーコレーターなどの、コーヒーの粉とお湯との接触時間が長い抽出に用いられているんだ。そしてインスタントコーヒーでは、さらに抽出、乾燥の過程を経て完成するんだ。コーヒーはいろんな過程を経ていい香りになるのね。コーヒーといえばやっぱりエクスプレッソよね。エクスプレッソ。お、エクスプレッソが好きなのか、霊夢がエクスプレッソだなんて意外なんだぜ。何よエクスプレッソは一杯ごくごく飲んでプハーって幸せになるコーヒーなのよ。違うぜ。エクスプレッソは専用の器具を使って豆に圧力をかけて抽出したコーヒーなんだ。長時間抽出するとえぐみも一緒に抽出されてしまうので、短時間で抽出するんだ。また抽出できる量は少ないんだぜ。エクスプレッソは通常のコーヒーと比べてコーヒーの成分が多く含まれているので、香り、苦味、濃厚な味が楽しめれるんだ。しかし苦いため苦手な人も中に入るんだぜ。苦いなら甘いのが大好きな私は飲めないわ。やっぱり、背伸びして嘘ついてたんだぜ。私は背がないから頭を伸ばすわよ。
そんな霊夢にはウィンナコーヒーをおすすめするぜ。ウィンナー、霊夢ウィンナー大好きよ。ってコーヒーにウィンナーを入れるの？やっぱり勘違いしているな、霊夢らしいんだぜ。ウィンナーコーヒーはオーストリアの首都のウィーン風のコーヒーということでウィンナーコーヒーと呼ばれているんだ。このコーヒーはコーヒーの上にホイップクリームを乗せていて、コーヒーの苦味とホイップクリームの甘みを交互に楽しめれるコーヒーなんだ。ちなみにウィンナーコーヒーは日本独自の呼ばれ方で、ウィーンには存在しないんだ。ウィンナーコーヒーに近いものとして。コーヒーの上にホイップクリームを1対1の割合で乗せたアインシュペナー。コーヒーとホイップクリームを別の器に用意したカフェミットシュラークオーバースがあるんだぜ。そうだったのね。初めて聞いた人は勘違いしそうね。コーヒーは苦いから甘いホイップクリームがあったら飲みやすいわね。最後はちょっと変わったグリーンコーヒーを解説するぜ。あら、緑色のコーヒーなのね。グリーンコーヒーは焙煎していない生のコーヒー豆から作ったコーヒーなんだ。通常のコーヒーは焙煎によって黒、茶褐色になるんだが、焙煎していない場合はまだ緑色で、この緑色はクロロゲン酸なんだ。クロロゲン酸は焙煎すると半分も減ってしまうので、クロロゲン酸を摂取するならグリーンコーヒーがいいかもしれないな。クロロゲン酸については栄養解説の時に解説するんだぜ。通常のコーヒーは焙煎によって苦味が生まれるのだが、焙煎していないグリーンコーヒーの場合、苦味がないんだ。味はコーヒーとは全く違って、抹茶やハーブティーのような味がするんだ。しかし青臭さがあるため、生姜、蜂蜜などを入れて飲みやすくする方法もあるから、飲む機会があればぜひ飲んでほしいんだぜ。苦いのが苦手な私にはぴったりね、蜂蜜をドバドバー。次はコーヒーの歴史について解説するぜ。コーヒーの木の起源はエチオピアだとされ、コーヒーの起源は様々あるんだ。今回見つけた2つを紹介するぜ。5つ目はエチオピアのアビシニア高原でカルディというヤギ使いが自分のヤギが飛び跳ねているのを見たんだ。なぜ飛び跳ねているのか見てみると、自分のヤギはコーヒーの木の実を食べていたんだ。そして自分も食べてみると爽快な気分となり、それからコーヒーの木の実を食べて生活したんだ。そこへ通りかかったイスラム教の僧侶がカルディたちの様子を見てその実を持ち帰り、他の僧侶に食べさせてみたところ、爽快な気分に加え眠気が消えてしまったんだ。その眠気覚ましの効果を利用するためにコーヒーの木を食べるようになったという説だぜ。二つ目はモカ、イエメンの首都の王様の娘を祈祷で治癒したオマールという人物がその娘に恋をしたんだが、それは認められずオーサブという山中に追放されたんだ。そこで飢えをしのぐために食べたコーヒーの木の実が美味しく食べると爽快な気分になることから、町へ伝わったんだ。私も一応巫女だから宗教的な行事の際には、コーヒーを飲んで気分爽快眠気サメサメになるわよ。もちろんお砂糖いっぱい。血糖値の乱高下で逆に爆睡するんだぜ。初期のコーヒーの木の実は実を潰して油を混ぜ団子にして食べていたんだが、実と葉を一緒に煮て煮汁を飲むようになり、さらには乾燥させて利用するようになったんだ。そして13世紀になると言って子にして、現在の形へとなったんだ。コーヒーはイスラム教の人たちが眠気覚ましのために利用していることが多かったため、イスラム圏で飲まれることが多かったんだ。17世紀にはロンドンのトルコ人貿易商が客にコーヒーを振る舞った結果コーヒーが大好評となり、ヨーロッパでもコーヒーが飲まれるようになったんだ。でも最終的にはイギリスはコーヒーではなく紅茶文化になったけどな。その後アメリカにもコーヒーは伝わるんだが、イギリスの支配下にあったアメリカはイギリスの影響でコーヒーではなく紅茶を飲んでいたんだ。アメリカといったらコーヒー片手にドーナッツを頬張るイメージなのにどうしてかしら？それは独立するためにイギリスと戦った独立戦争の影響でイギリス製品を買わないようにする不買運動が起き、その一つとしてイギリスで飲まれている紅茶ではなくコーヒーを飲む運動が行われたんだ。そしてアメリカの軍事用にインスタントコーヒーが開発され、それが第二次世界大戦後に大量消費されるようになり、今では世界中でコーヒーが飲まれるようになったんだ。日本でも飲まれているわね。日本にコーヒーが入ってきたのはいつかしら、明治？コーヒーが日本に入ってきたのは江戸時代の出島だとされオランダ商人によって伝えられたとされているんだ。1782年には蘭学者である鈴木忠雄が訳書である万国漢記にコーヒーに関する記述をして、これが国内初のコーヒーに関する記載なんだぜ。アラン・アミダの常に服する国旗というものは、形豆のごとくなれども、実は木の実なり。と書かれており、コーヒーは豆の形をしているが、豆ではなく実であると当時から理解されていたんだ。また日本近代医学の父と呼ばれるシーボルトは、日本人にコーヒーの効能を解説もしていたんだ。日米州交通商条約が調印されると日本は自由貿易を行うようになり、それと同時に多くのコーヒーが輸入されるようになったんだ。
明治時代になると日本で初めての喫茶店、コーヒー館がオープンし、それから様々なコーヒー店も出店した結果、西洋の文学、芸術、思想に影響された人たちがこぞって来店するようになったんだ。それじゃあ、明治以降の文豪が喫茶店でコーヒーを飲んで落ち着きながら、小説のアイデアを浮かばしていたのかもね。しかし戦時中となるとコーヒーの輸入量がゼロとなることもあったんだが、戦後になるとコーヒーの輸入は再開され、缶コーヒー、コーヒーゼリーなどの日本独自のコーヒーが誕生していったんだ。コーヒーゼリー大好きだわ。次はコーヒーの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。何も加えられていないブラックコーヒー1杯 150g のカロリーは6キロカロリーで、タンパク質 0.3g、脂質 0g、炭水化物 1.03g だぜ。コーヒーはカロリーが低いのね。それじゃあ砂糖をドバドバー。もちろん砂糖を入れたらカロリーは高くなるんだぜ霊夢。なんでコーヒーは砂糖のカロリーを例にしてくれないのよ。ビタミンに関してはアルコールの分解を助けるナイアシンがまあまあ含まれており、それ以外に多く含まれている成分は見当たらなかったんだぜ。でもコーヒーにはカフェインがあるわよね。そうだな。それじゃあカフェインの効能について解説するぜ。カフェインはもともとコーヒーの木が他の植物の成長を阻害したり、天敵の虫に葉を食べられないようにするために作り出した物質で、本来毒性のあるものなんだが、偶然にも人間には健康効果もある成分なんだ。有名な作用には眠気覚ましと覚醒作用があるな。覚醒作用についてはカフェインが脳の中で神経を落ち着かせるアデノシンの働きを弱め、中枢神経を覚醒させるからなんだ。コーヒー飲んで眠気を吹っ飛ばすわよ。でも、眠らないようにするだけで体は眠りたいから、眠い時にカフェインを取ると睡眠不足になるから注意なんだぜ。じゃあ、寝る前のコーヒーは眠りにくくなるわね。またカフェインには利尿作用があるんだ。カフェインには一時的に血圧を上げる効果があり、そのため余分な水分を排出してくれるんだ。その後血圧は元に戻るんだぜ。あ、じゃあ寝る前のコーヒーは、寝てる間の尿意で目が覚めちゃうかもね。まあ注意してくれなんだぜ。他のカフェインの効果として筋肉や心臓を強くし、筋力、持久力を一時的に強化する働きがあるんだ。そういったわけでカフェインを摂取すると速く走ったり重いものを持ち上げたり、きつい有酸素運動を続けたりなど本格的にスポーツをしている人にはおすすめなんだぜ。ちなみにこの効果は飲んで1時間で発生し、その後に3時間続き、徐々に効果は半減していくんだ。また中性脂肪の分解を促進しエネルギーを作り出すのを助けてくれるんだ。だからダイエットの運動前にコーヒーを1杯飲むのもいいかもな。ちなみにカフェインの運動能力アップ効果はすごいため、国際的なスポーツの大会では興奮剤とされ、カフェインの大量摂取を禁止していた時期があったんだ。その後ドーピングを取り締まっている世界アンチドーピング機構が日常的にカフェインが摂取されているとして、カフェインを2004年以降から禁止薬物リストから除外したんだ。しかし、カフェインの乱用で問題が起こると禁止や規制になる可能性がある位置づけなので、ドーピングの対象になる可能性があるぜ。カフェインってドーピング剤になったかもしれないぐらいすごい効果があったのね。さっきも言ったんだがカフェインには覚醒効果により、眠れなくしたりして、疲労が蓄積してしまうからな。カフェインに疲労回復効果があると勘違いしないようにしてほしいんだぜ。またカフェインには胃酸分泌作用により粘膜障害を引き起こしやすくなるから、やはり飲みすぎには注意なんだぜ。上限ってどれくらいなのかしら？どれくらいが摂取上限かというと、ブラックコーヒー 666mg で1日のカフェインの上限摂取量を超えるんだぜ。1回のカフェインの摂取上限はブラックコーヒー 250ml から 333ml だぜ。私はミルクを混ぜて薄めるから大丈夫よ。霊夢は甘いものもぶち込むから、別の病気にならないか心配なんだぜ。もし摂取上限を超えてしまったら次の日はカフェインを控えてもらうと、体にとって嬉しいんだぜ。次はクロロゲン酸について解説するぜ。クロロゲン酸は緑色の色素で、焙煎したコーヒーの場合は茶、黒色が強いため緑色には見えないんだぜ。グリーンコーヒーに多く含まれている成分だったわね。クロロゲン酸はポリフェノールの一種で体の中で生まれた余分な活性酸素を除去してくれるんだ。またシミやシワを制御してくれる効果もあるんだぜ。え、じゃあグリーンコーヒーで永遠のツルツル美饅頭になるわよ。クロロゲン酸には悪玉コレステロールの酸化を防ぐことによって、動脈硬化や心血管病を予防する効果があると言われているんだ。また脂肪をエネルギーに変えやすくする効果もあり。セクシースリムな美饅頭にはコーヒーね。この効果は運動した際に脂肪を使いやすくするので、運動しないと、いっぱい入れた砂糖でぷくぷく大福になるんだぜ。
次はタンニンだぜ。タンニンはお茶に含まれている成分なんだが、コーヒーにも含まれているんだ。タンニンには悪臭成分と結びついて消臭効果を発揮するんだ。なので口臭などを防いでくれるんだ。でもコーヒーの香りで効果が発揮できないかもね。またタンニンはアセトアルデヒドというアルコールを分解した際に生まれる二日酔いの原因となる物質と結びつき体外へ排出される働きもあるんだ。だから二日酔いにはタンニンが含まれている飲料を飲むのもいいかもな。そしてタンニンにも抗酸化作用があるから体を若々しくしてくれるんだぜ。最後にコーヒーの香りにはリラックス効果があり、特に香りの強い深入りのコーヒーがリラックス効果があるんだぜ。ああ、食べてストレス発散しちゃう私にはもってこいね。また理由はまだ解明されていないんだが、コーヒーを毎日飲む人は肝臓がん、糖尿病、認知症になるリスクがそうでない人に比べて低いんだ。コーヒーって嗜好品だけでなく体にもいい飲み物だったのね。そうだな霊夢。ここまでのご視聴ありがとうございます。ありがとうなんだぜ。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録していってね。登録すると新しい動画を見つけやすくなるわよ。ベル通知をすると通知が来て便利だぜ。高評価ボタンを押すとチャンネル主が喜ぶわよ。マリサ、早く喫茶店に行きましょう。そうだな、今回は私がご馳走するから、おごってやるんだぜ。わーい、マリサは一生、永遠の親友よ。ずっと友達でいられるようにお金が切れないように頑張らないとな。お金の切れ目は縁の切れ目って言うわよね。はいはい、行くんだぜ霊夢。わーい、マリサのおざい。愛してる。うふ、今日はウインナーコーヒーを飲むわよマリサ。ウインナーコーヒーじゃなくてウインナーコーヒーなんだぜ。へぇ、ブルーマウンテンのウインナーコーヒーお待ち。ありがとね、チャンネル主、ブルーマウンテンのウインナーコーヒーが来たわよマリサ、略してブルマウインナーコーヒーよ。ちょっとお客さん、YouTube 様の AI に収益化剥奪されるかもしれないから、過激な発言は控えるようお願いします。わかったわよ、さてこのコーヒーをもっと美味しくするわよ。ウインナーをおい、霊夢本当にウインナーを入れやがったんだぜ。ああ、さっきマックスコーヒーをガブ飲みしたから、ジャスミンを摘みに行きますわよ、うふっふふ。まったく、気分だけはウィーンの一流貴族なんだぜ。兄、ブルマの香りがサバの臭みを消してくれるかもしれないから、サバも入れるんだ兄。チュ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 、エグミを買ってないタケノコを入れても、ブルマの香りがお付けしてくれます。チンの大好物のアスパラガスを入れれば絶対に美味しいなり、あの小娘が絶叫する姿が思い浮かぶなり、なりなり、なりなり。うわぁ、これはダメなんだぜ。うふふふ、ジャスミンを摘みに摘みまくりましたわよ。つまり、いっぱいドバドバ出たってことなんだぜ。じゃあ、おまりさ、おやめなさい、おはしたないわ。まあとにかく、飲むわよ。霊夢、それは飲んじゃダメなんだぜ。マリサ何してくれるのよ。これはダメなんだぜ。こんな豪華なコーヒーは、王様が飲むのにふさわしいんだぜ。マリサ、今日はマリサのおごりよね。だから返しなさい。とにかくダメなんだぜ。そうなりよ。こんな豪華なコーヒーを小娘が飲むべきではないなり、ごくごくなりなり、ごくごくなりなり。あ、なりマリサ、私のためにこんなにまずいコーヒーを飲ませないようにしてくれるなんて、マリサは一生の友達よ。わかったから、こんなところで言うんじゃないんだぜ。それじゃあ、いっぱいマリサにご馳走するわ。へえ、マスター今日のマスターのおすすめをいっぱい。そんな霊夢のおごりだって。いいのよマリサ。へえ、お待ち、日替わりで味が変わるコーヒーをいっぱい。このお店は毎日マスターの気分でブレンドしたコーヒーが楽しめれるみたいなのよ。そうなのかぜ、それじゃあお言葉に甘えて、ごくごく。ウェイワーおー。ちょっとマリサ。先ほどのブルマのサバチーズタケノコアスパラガスウインナーコーヒーをブレンドさせていただきました。ぶよよーあおいよーいわおー。